一言で結論を言うと、マルセル・デュシャンとは頭で考えることが芸術だと提唱した現代アーティストです。当時の1910年代の芸術は、美しさを追求して絵を描くことが常識とされていました。例えばクリムトであれば、金色を多用した色彩によって美しい女性や男性などの愛を描きました。なので作品を見て得られるのは、美しいであったりだとか、楽しいであったり、すごいという目で得られる快楽でした。しかしデュシャンは、ただ見て楽しむ絵を網膜的絵画だというふうに批判しました。デュシャンがなぜ網膜的絵画だというふうに批判したかというと、絵画とはもともと宗教を布教するためであったり、戦争における人間の残酷さを表すためであったり、目で見て楽しむ以外の他の役割が絵画にはあったからです。デュシャンはその他の役割という部分に芸術の本質があるのではないかと思い、見た人が自分自身で考える作品を作りました。それがこの泉という作品です。これは既成の男性用便器から排水管の部分を取り外して横向きにしただけの作品です。なぜデュシャンがこの男性用便器を選んで作品にしたかというと、芸術というのは美しくなければいけないのか、自分で作ったオリジナル作品でなければ芸術とは言えないのか、という芸術の根本についての疑問を見た人に投げかけるためでした。